朝ごはん、昼ごはん、兼、こんだけ普段ほんとこんなもんだからね、うん、どう？おいしい？軽い、うん、まあ糖質がかなり少ないからね、うん、クリームパンちょっと食ってみる、うん、わずかにクリームの味って わずかにでもあんまり甘いの嫌やから、うん、甘いの割とダメな人はいいかもしれん、うん、いいかもしれん、パン本来の味みたいな感じで。コーヒー飲みたいんだけど飲む？首にマスクしてあの工場温度が50-60度ノンストップの4時間で休憩なしのそのままトラック、うん、死ぬて。かわちい。靴が出てきた。それ赤とそれのやつ。
いや違う、いや違うやつ、メーカーが違う、ワークマンだった。2等だけで、なんとお値段びっくり、こういうのしか買えませんわからやばい、ほこりもある。楽しいんだけどな。掃除中というか断捨離中というか粉々気を捨ててる。今までできなかったことをね、結構やってるから溜まってたってのもあるしね。仕事したってそんな掃除とかさ、そんなことやっとらんよ正直。あんなんじゃ、うん、で捨てたはいいけどね、変わりがないっていう、うん、ちょこちょこな中古を探したりしとるんやけど、それもそうだもんね、中古屋さん行ってきて。そう、これね、いくらだったっけ、意外と高かったんだよ。中古で15,000円、うん、後ろにがっつり傷があるんだけど、まあ、でも安い方でしょう、うん、もっといいのあったんだけどさ、うん、安くて値段変わらずにさ、でもその上の棚が外せないからさ。あー、これね、これ高さ的に外すとなんか家のバランスとかまで崩れそう。そう、そのオーブンレンジはお母さんに買ってもらったやつです。結構ね、幅も広くて、ちょうど買いじゃないけど、目をつけ取ったノンフライヤー、半額でかいだから思わず買ってしまった、うん、うちがプレゼントしたやつ寝巻き、寝巻きでいいの、普段部屋着。いや、普段がさ、部屋着だからさ、普段着かな。もこもこちゃんのクマです。ここキュッとしとってほしいかも。ここなんかずれてきちゃうしさ、うん、なんかさ、お尻がでかいの。お尻出さんで。ここのさ、なんか幅、うん、がちょっと狭いんでさ、なんか座るとさ、ちょっとここがずるっといく。かわいい。ポッケもあるし。っていうか台所で見せるようなとこじゃないんだけど。だって見せ場ないじゃん。見せ場がない。ちょっとクマ濡れとるけど。うん、用意してる。なんかクマの顔立ちがどっちかっていうとアメリカンタイプみたいな。そうだよね。ねチーチーみたいだよね。よく俺は座って寝てます。うん、こんな感じで。スリッパ。チーチーの赤いのどこ行ったの？あ、もうボロボロしてた。そうなの？めくれて中もえぐれてドロンドロンになったから。そうなんだ。チャイチャイしました。まだまだ普段ですが、何か俺が安かったんやけどさ、入るのがなこれしかなくて、でも色が紫、赤が良かった。赤はエチがね、前プレゼントしたんだけど、もうボロンボロンでね、もったいないもったいない言いながらさ、うん、だから赤あったらストックで5個ぐらい買おうかと思ってね。買っとけばよかった。もったいねえお化けの靴です。これも安いよな、19%15。しないの？うん、しないの？あの可愛い服に合わせようと思って、あれいつ着て、こう寒くならんとちょっときつい、あれは
それに合わせて登山はなしたけどね、うん、ローファーを買ってしまいました。高校生を思い出した。知ってる人は知っている、あの青色のロリっぽいコスプレとかでもないんだけどね、うん、学園コスプレ風の制服っていうっぽい。だからもしかしたら神社巡りで着てくからどっかでバッタリ会うかも、目立つかも。恥ずかしい。意外と重いんだよねこれ。うん、多分ちゃんとしたローファーなんだと思う。まあ、島村なんですけどね。みんな大好き島村ちゃん。そう、片付け頑張るわ。こうやって常に生活してる。おお、重っ。マジか。重っ。気をつけて普段から歩いたり、運動してて。やばい、めっちゃ重い。何キロあるんだこれ。これ3キロやろ。3キロ、そんな重いの。